照明に火が灯りました。ナイトゲームが行われます。マツダズームズームスタジアム広島からお伝えしてまいります。セリーグ公式戦、広島東洋カープ対阪神タイガースの13回戦です。解説は里崎智也さん、赤星憲広さんのお二人、実況は三橋大輔でお伝えしていきます。お二人どうぞよろしくお願いします。よろしくお願いします。里崎さん、試合開始前は選手のどのようなところに注目してらっしゃいますか？まあ1、2番の出塁ですかね。そこをどう抑えていくのか、おそらく序盤はこのゲームのポイントになるでしょうね。なるほど。まずはカープの先発九里がマツダスタジアムのマウンドに上がります。今日勝てば5勝目になります。立ち上がりの配球なんですが、里崎さんはどのような考えを持ってらっしゃいますか？まずその日のピッチャーの出来を早く把握して、いい球を中心に組み立てたいですよね。はい、キャッチャーがそのいい球引き出すことができるのか見ましょう。初球打ち、打球はレフトへ。ここはフライになっています。レフト掴んでワンアウト。バッターは2番に入っている中野。昨日のゲームでマルチ安打を記録しています。勝負強いバッティングをしてましたよね。はい。さあ今日も好調を維持していけるんでしょうか。九里、まずは先頭バッターを打ち取っています。緩いボール決まっています。あっという間に2ストライクです。打ちました。取った。一塁送球します。ワンアウトランナー一塁となりました。3番バッター阿部、ヒットでランナーを一塁に置いています。初球は何から入ってくるか。初球打ち、打った瞬間確信したか。ぐんぐん打球は伸びて入った。先制のツーランホームランです。タイガース、カープ痛い一発を浴びています。初球でした。打ち返された打球は大きな当たりとなってスタンドに届いてしまいました。カープ先制を許します。2対0になりました。十分警戒はしていたはずですが、ここで一発を浴びてしまいました。しかしまだ2点差、後続はしっかり立って反撃といきたいところです。レフトスタンドに運ばれてしまいました。ホームランです。しっかり捉えて持っていきましたよね。いきなりのホームラン、あっという間に先制点を奪われました。さあバッターは大山。この打席でホームランを放てば今シーズン20本。初球ボール。いやー、まさにコーナーギリギリですよね。インローへキレのある変化球が決まっています。さあ勝負してくるのか。変化球で空振りを取ります。バッターボックスは5番佐藤。昨日のゲームでは無安打に終わっています。2アウトランナーありません。さあまず1球目、初球ボール、打ちました。右中間へ打球伸びる。この打球はフライになっています。高橋が抑えて3アウトチェンジです。しかしこの回タイガースツーランホームランで先手を取りました。2対0タイガース先制です。守ります。1回の裏カープの攻撃です。カープはご覧のようなオーダーとなっています。一方守りますタイガースはご覧のような守備陣です。タイガースマウンドに上がるのは先発の大竹。さあカープ打線相手にどんなピッチングを見せてくれるんでしょうか。バッターは堂林。まずはこの先頭バッターを出していきたいところです。アウトコースストレートが決まっています。2球目も決まります。3球目は何で来るか。真ん中打ちました。一塁ファールフライ、ファールグラウンドへのフライです。ファールグラウンドで掴んでワンアウトです。バッターは2番に入っている菊池。昨日のゲームでは見事なホームランを放ちました。いやー、ホームランが出たのは良かったですよね。ええー。
さあ今日もバッティングは好調なんでしょうか。まずはワンアウトを取っています。バントしました。ファウルです。ボールカウントはノーボールワンストライクです。さあ外してくるのか。いい当たり。これはどうか。破りました。センター前。ランナー出塁しました。ワンアウトランナー一塁です。バッターボックスは3番西川。昨日のゲームでは無安打に終わっています。走ってきた。キャッチャー送球して盗塁成功。積極的に動いてきました。いやーこれはよく走りましたよね。さあチャンスになりましたよね。やはり足があるっていうのは大きな武器になりますね。はい、全くその通りですよね。空振り三振。ランナー返すことができませんでした。せめて右方向に転がしてランナーを進めたかったですよね。さあそして打席には鈴木が入っています。さあ2アウトながらなおもチャンスは続きます。このチャンスをものにして流れを引き寄せたいですよね。まだまだ分かりませんよね。なるほど、そうですよね。来ると分かっていても打てないボールです。外低め決まってストライク。ストライクを先行させていきます。追い込みました。レフト線。これはどうか。フェアグラウンドに落ちた。二塁ランナー三塁も回った。セカンドランナーホームイン。カープ1点返しました。2対1になりました。1点差に詰め寄ります。期待を裏切らないバッティングでした。点差を縮めます。まあそうですね、ここで一気に攻めたいですよね。ここで得点が入りました。バッターボックス高橋。2試合当たりが出ていません。カープ点差を縮めてきました。赤星さん、先ほどはいい形で打線がつながりましたね。まあしっかり狙っていたと思いますね。打ちました。これはどうだ。セカンドの右抜ける。三塁へ送球する。カープチャンスになります。ツーアウト二塁一塁。さあそしてバッターボックスにはピレラが入ります。さあ同点のチャンスです。早いうちに追いついて勢いをつけたいですよね。なるほど、そうですね。バッターボックスのピレラ、今シーズンの得点圏打率は。空振り三振。タイムリーとはいきませんでした。三振で攻撃を終えました。しかしこの回カープ点差を縮めていきます。1回終わって2対1、カープが1点差まで追い上げました。2回になります。タイガースの攻撃。バッターボックスには6番山川。昨日は猛打賞を記録しています。当たってましたよね。バットが触れてましたからね。はい。さあ今日も好調を維持していけるんでしょうか。さてカープの先発は九里。ここまで15試合に登板して4勝9敗という成績。打ちました。これはどうか。センターに抜けました。先頭バッターを出してしまいました。ノーアウトランナー1塁です。バッターは7番に入っている坂本。昨日のゲームはマルチ安打を記録しています。ヒットでランナーを1塁に置いています。1塁牽制。1塁はセーフ。まあ走ってくる可能性も考えた方がいいでしょうね。はい、初球ランナーは動きませんでした。ランナースタート切ってきません。高めのボール、大きな打球になった。センター下がっていく、下がっていく。センターオーバー。ファーストランナーセカンド回って三塁に向かう。バッターランナーは二塁まで進みました。これで7試合連続安打。ノーアウトランナー三塁二塁です。さあカープ得点圏にランナーを背負った場面です。まあここはしっかり抑えて攻撃に備えたいですね。うん、そうですよね。まあそして彼にはインコースが甘く入ると危険ですから、しっかりコースをついていきたいですね。はい。さあここはしっかり抑えたいところ。打った。ライトに大きな打球、伸びていく。どうだどうだ。ライト深いところ破っていきました。サードランナーホームイン。そしてセカンドランナー、タイガースが突き放します。ライトオーバーのタイムリーヒット。4対1カープ、なおもピンチです。警戒していた相手ですが、タイムリーが出て追加点を奪われています。まあ注意すべき相手でしたよね。この序盤戦さらにリードを奪われます。さあ打席には先発の大竹が入ります。さあ追加点のランナーを置いた場面です。
見逃せばボールですが振ってきました。次が2球目、打ちました、流しました。これはどうだ、三遊間抜ける、ホームに送球、これで4連打、ノーアウトランナー三塁一塁。打順はトップに帰って近本、カープこの回2点を失っています。さあ3点を離され、なおも得点圏にランナーを背負った場面。ちょっと打ち込まれてますね、間を取って落ち着きたいところですね。はい、バッテリーもそのあたり意識しているでしょうか。打ちました、セカンド取った、二塁へ、二塁アウト、サードランナーホームイン、タイガース1点追加します。アウトの間に得点、5対1、カープもうこれ以上点はやれません。打席には2番バッター中野、先ほどの打席は俊足を見せつけての内野安打でした。里崎さん、ちょっと苦しいピッチングが続いてますね。まあ本来の調子からは程遠い出来だと思いますね。ああなるほど、ベンチはこれをどう判断するかですよね。これが4球目、空振り三振、ツーアウトになりました。打席には3番バッター阿部、先ほどの打席で先制となるツーランホームランを放っています。まあバッテリーとしては最悪な結果でしたよね。はい、タイガースこの回7人目のバッターになります。打ちました、取った、一塁へ送ります。一塁アウトで3アウトチェンジです。2回裏に入ります。7番から始まるカープの攻撃、大森が打席に入ります。カープビハインドで迎える2回の攻撃です。赤星さん、まずは塁上を埋めていきたいですね。まあ早い段階で差を詰めておきたいですから、丁寧。変化球空振り、ワンアウトです。8番バッターはキャッチャー相澤、昨日のゲームでは無安打に終わっています。大竹、まずは先頭バッターを三振に仕留めています。変化球空振り、ツーアウトになりました。ご覧いただきましょう、最後は空振り三振に倒れてしまいました。ちょっとカーブの軌道についていけませんでしたね。ピッチャーに打順が回って、先発の栗がバッターボックスです。打ってやろうという意欲は見せてほしいですね。そうですね。よく見ましたね。はい、インコースわずかに外れてボール、ファウルです。見逃して三振になります。3アウトチェンジ。ご覧いただきましょう、バットが出ませんでした。反撃したいカープでしたが、ここは三者凡退に終わっています。2回終わって5対1、タイガースがリードしています。3回の表、里崎さん、点差を離される展開となってしまいましたね。そうですね、まだ序盤ではあるんですけど、まあ今日はなかなか厳しい戦いになりそうですよね。はい、なんとか打ちました。打球は左中間へ、ここは打ち上げています。センターが取りました。さてここはどういうピッチングになるんでしょうか。まあそうですよね、存在感が大きいバッターではありますけど、特に意識する必要はないですよね。なるほど、そうですか。この打球は落ちるか、どうだ、レフトが取りました。ツーアウトです。打席には6番バッター山川、先ほどの打席はセンターへヒットを放っています。ツーアウトになっています。外のボール、まっすぐでストライクを取りました。ノーボールツーストライクです。次は勝負ですね、決め球をいいところに投げれるかどうかですね。見逃し三振、スリーアウト。赤星さん、相手に行ってしまった流れを取り戻すために何が必要ですか。まあこういう時ほど攻める気持ちを出してもらいたいですよね。はい、その闘争心というのがキーになってきそうです。よく見ましたね。はい、変化球わずかに外れてボール、変化球空振り、ワンアウトです。ご覧いただきましょう、最後は空振り三振に倒れてしまいました。2番バッター菊池、前の打席のヒットはしっかり捉えたいい当たりでしたよね。今日は調子が良さそうですよね。期待しましょう。大竹、まずは先頭バッターを三振に仕留めています。打ちました、セカンドが取る、ツーアウトになりました。バッターボックスには3番西川、先ほどの打席最後は空振り三振に倒れています。前の打席はタイミングが取れてない感じでしたよね。今度はやり返さないといけませんよね。そうですね。ツーアウトランナーありません。
際どいですね。よく選びましたよね。はい、変化球わずかに外れてボール。打った、ヒットになった。ランナー出ました、カープです。ツーアウトランナー一塁。打順は4番鈴木。先ほどの打席でタイムリーヒットを放っています。ヒットでランナーを一塁に置いています。低いところへ決めてきました。ノーボールツーストライク。打ちました、レフトへ打球伸びる。ここはフライになっています。阿部が掴んで3アウトです。ランナー出ましたがカープ得点には至りませんでした。4回の表、7番から始まるタイガースの攻撃。坂本がバッターボックスに入ります。さっきはツーベースを打たれましたからね。初球打ち、弾き返した打球はセンターへ。センター掴んでワンアウト。打順は8番木浪。先ほどの打席でタイムリーツーベースを放っています。さっきはしてやられましたよね。はい、今度はしっかり抑えておかないといけませんよね。はい、さあここはやり返すことができるんでしょうか。九里、まずは先頭バッターを打ち取っています。ワンバウンドヒットになりました。これでマルチヒット、ワンアウトランナー一塁となりました。さあ追加点のランナーを一塁に背負います。そして打席にはピッチャーという場面です。ここは盗塁も警戒しておかないといけませんね。はい、打ちました、これはどうか、センターへ抜ける。これでマルチヒット、ワンアウトランナー二塁一塁。さあカープ得点圏にランナーを背負った場面です。点差を広げられるとさらに厳しくなりますから、ここは絶対に抑えたいですよね。うん、そうですよね。さあそのマウンド上の九里、どういったピッチングを見せるのか。3球目打ちました、これはどうか、このフライはどうだ、落ちるか。大森が掴んで2アウト。さあそして打席には中野入っています。さあ2アウトにはなりましたが、まだピンチは出していません。まあこのまま抑え切って攻撃陣の奮起につなげたいですね。なるほど、そうですよね。バッターの中野、今シーズン得点圏での打率は5割7分となっています。空振り、ここは空振りで、カープ4回裏の攻撃になります。5番バッター高橋。さっきはしっかり捉えた、いい当たりでしたよね。はい、今日はタイミング合ってるようなんで、どんどん積極的にいってもいいと思いますね。期待しましょう。見逃して三振です。ワンアウトです。打順は6番ピレラ。先ほどの打席は同点のチャンスだったんですが、最後は空振り三振に倒れています。大竹、まずは先頭バッターを三振に、見逃し三振。2アウトになっています。バッターは7番大森。先ほどの打席、最後は空振り三振に倒れています。前の打席はタイミング合ってなかったですよね。ここはしっかり狙っていきたい。変化球空振り、スリーアウトチェンジ。ご覧いただきましょう、最後は空振り三振に倒れてしまいました。このカーブですけど、曲がってくる角度が良かったですよね。里崎さん、ここはもうしっかりとしたピッチングをしないといけませんね。そうですね、まあとにかく打線の援護を待つためにも、ここはしっかりしたピッチングで0点に抑えたいですね。そうですね、守りから高めのボール、ライトに上がった。この打球はフライになっています。ライト掴んでワンアウト。バッターボックスは4番大山。先ほどの打席はセンターフライに倒れています。前の打席、あわやというような大きい当たりでしたよね。ここは注意していった方がいいですね。そうですね、まずはワンアウトを取っています。真ん中打ちました、これはスタンドへ入りそうです。切りました、ファールボールです。打ちました、セカンド取る、アウト、2アウト。バッターボックスは5番佐藤。先ほどの打席はレフトフライに倒れています。ツーアウトランナーありません。思わずバットが回ってしまいました。打ちました、ここは打ち上げています。西川が掴んで3アウトです。赤星さん、なんとかこの辺りで得点が欲しいですよね。まあそうですね、若干離されてますから、その分付け入る隙も出てくると思うんですよ。チャンスは取りこぼさないようしっかり集中してほしいですね。はい、そのチャンス、これはバット出ず三振です。ご覧いただきましょう、最後は見逃し三振に倒れてしまいました。確かにカーブにキレがありましたけど、手は出したかったですよね。バッターボックスには代打の小久保。さあ赤星さん、
ここで代打を起用してきました。まあランナーいませんから、ここは当然出塁することを考えなくてはいけませんね。そうですね、この起用に応えたい。坂本が掴んで2アウト。打順は1番に帰ります。バッター堂林、先ほどの打席最後は空振り三振に倒れています。さっきは中途半端なスイングで三振でしたよね、今度はしっかり捉えたいですよね、空振り三振。それではここまでのハイライトをご覧いただきましょう。まずは1回の表、ランナー1人を置いて3番阿部、初球から狙っていました。カープこの一発で先手を取られます。裏の攻撃、得点圏にランナーを置いて、しかし三振に倒れます。詰め寄ることができません。続いて2アウトで2塁にランナーを置いて、迎えるは4番鈴木、追い込まれてからのタイムリー。カープ1点を返します。ランナー2人を置いて、しかし空振りの三振、同点とはなりません。2回の表、ノーアウト2塁3塁で8番木浪、初球を叩いてタイムリー。カープ2点を追加されます。3回の裏、5者連続三振、いいようにやられています。これから6回、タイガースの攻撃です。さてここはどういうピッチングになるんでしょうか。まあ強打者のイメージがね強いんですけど、逃げずに強気のピッチングでいきたいですね。うん、そうです。引っ張った、これはどうだ、三遊間抜ける、これでマルチヒット、ノーアウトランナー一塁です。打席には7番バッター坂本、先ほどの打席はセンターフライに倒れています。前の打席大きい当たりでしたよね。ちょっとヒヤッとしましたよね、ここは長打を警戒しておいた方がいいでしょうね。はい、そうですね。ヒットでランナーを打ちました。ショート取った、セカンド送球、セカンドホースアウト、一塁転送アウト、ダブルプレー。バッターボックスは8番木浪、今日はここまでマルチ安打を記録しています。もう打たせてはいけませんよね。これ以上バット打ちました、これはどうか、ファーストの横抜けました。これで3打数3安打の猛打賞、2アウトランナー1塁。さあ1塁に追加点のランナーを許しています。そしてバッターはピッチャーの大谷、インサイド落ちました、これはどうだ、センターに抜ける、これで3打数3安打の猛打賞、2アウトランナー2塁1塁。高めのボール打ちました、弾き返した打球はライトへ、鈴木が抑えて3アウトチェンジです。ランナー出ましたがタイガース得点はありませんでした。5対1、タイガースがリードしています。配球表をご覧いただいています。今日は変化球の割合が多くなっています。ストレートはあまり使っていません。6回の裏、追いかけるカープの攻撃、2番バッター菊池、今日は盗塁を決めています。カープビハインドで迎える6回の攻撃です。引っ張った、弾き返した打球はレフトへ、ここはフライになっています。レフトが取りました、ワンアウトです。3番バッター西川、先ほどのヒットはナイスバッティングでしたよね、はい、バットが触れてますよね、いいスイングしてると思いますね、そうですね。大竹、まずは先頭バッターを打ち取っています。この打球はフライになっています。掴んで2アウトです。バッターボックスには4番鈴木、先ほどの打席はレフトフライに倒れています。前の打席はいい当たりの外野フライでしたよね、タイミング合ってるんで今度はやってくれるんじゃないでしょうか、期待しましょう。2アウトになっています。見逃し三振、3アウトチェンジ。反撃したいカープでしたがここは三者凡退に終わっています。6回終わって5対1、タイガースがリードしています。里崎さん、リードを許して終盤に差し掛かってきたわけですが、残り3回、もう1点もやれない状況ですよね。そうですね。打ちました、いい当たりだ。追いかけますが、頭を越えました。打ったバッター1塁蹴って2塁に向かいます。
バッターランナーは二塁まで進みました。これでマルチヒット、ノーアウトランナー二塁です。ストレートで空振りを取ってきます。2球目は何で来るか、あっという間に2ストライクです。空振り、ここはランナーを変えさせません。バッターボックスの大山、今シーズンの得点圏打率は4割4分8厘となっています。2球目打ちました。ファーストを取った、2アウトになりました。さあそしてバッターボックスには佐藤が入ります。さあ2アウトながらピンチは続きます。まあここをしのげればまだまだ分からないと思いますよね。なるほど、そうですね。2球目打ちました。ここは打ち上げています。西川が抑えて3アウトチェンジです。赤星さん、残りの回を考えるとこの辺りで点を取っておきたいところですよね。そうですね、もう終盤ですからこのままではダメだと思いますし、この辺りで打線の奮起に期待したいですよね。そうですね、この辺りもいい意味で打線が変わらないといけないかもしれません。振っていきましたが三振、ワンアウトです。バッターボックスには6番ピレラ、先ほどの打席最後は見逃し三振に倒れています。さっきの三振はちょっと消極的でしたよね。はい、ここは思い切っていってほしいですよね。そうですね。バットに当たりません、三振、ツーアウトになりました。ご覧いただきましょう、最後は空振り三振に倒れてしまいました。まあ直球に勢いがありましたから。インコース空振り、スピードボールを持っています。キレがありますよね。アウトコース、キレのある変化球、インサイド落ちました。これはどうか、一気にセンターへ。これで4試合連続安打、2アウトランナー1塁。8番バッター相澤、先ほどの打席最後は見逃し三振に倒れています。さっきは見送っての三振でしたよね。はい、今度は積極的に振っていって。三振になります。3アウトチェンジ。これからさあマウンドを任されたのは矢崎、今シーズン7試合目の登板です。サード山川、初球変化球空振りです。空振りになります。ノーボールツーストライク、打ちました。菊池アウト、ワンアウトです。打順は7番坂本、先ほどの打席はショートゴロ、併殺打となってしまいました。ワンアウトランナーありません。打ちに決まりました。あっという間にツーストライクです。引っ張った、これはどうだ、三遊間抜ける、これでマルチヒット、ワンアウトランナー一塁です。バッターボックスは8番木浪、今日はここまで猛打賞を記録しています。バッター打ちました、西川、二塁送球、二塁アウト、一塁転送はアウト、ダブルプレー。8回の裏カープ代打が告げられました。バッターボックスには代打の松山。さあ赤星さん、ここで代打を起用してきました。そうですね、まあ1点でも多く返しておきたい場面ですから、しっかり得点につなげる仕事をしてほしいですよね。なるほど、そうですね。さあこの起用に応えたいところ、変化球空振り、ワンアウトです。打順はトップに帰って堂林、今日はまだ当たりがありません。先ほどはバッテリーにしてやられた感じでしたよね。ここは狙い球を絞っていった方がいいかもしれませんね。そうですね。大竹、まずは変化球空振り、ツーアウトになっています。ご覧いただきましょう、最後は空振り三振に倒れてしまいました。まあキレのいいカーブでしたから、ちょっと難しかったですよね。バッターボックスは2番菊池、今日は盗塁が一つあります。ツーアウトランナーありません。ちょっと合わないようです。ノーボールツーストライクです。三振です。スリーアウトチェンジ。ご覧いただきましょう、最後は空振り。これから9回タイガースの攻撃です。一方カープはピッチャーが変わります。背番号21中崎がマウンド上に上がっています。里崎さん、ここはぜひ無失点での投球が要求されますよね。まあそうですね、まあ、最後の巻き返しを図るためにも、まあ、ここは守備からリズム作りたいですね。引っ張った、ファーストが取る、
一塁そのまま入ってアウト。打順は1番に帰ります。バッター近本、今日はまだ当たりがありません。前の打席あわやというような大きい当たりでしたよね。ここは注意していった方がいいですね。そうですね。ワンアウトランナーなしです。この中野、ここ5試合で打率は6割を超えていますが、バッティングの調子が上がっていると見ていいでしょうか。はい、チャンス打ちました。取った、一塁へ。これで3安打猛打賞。ツーアウトランナー一塁。バッターボックスは3番阿部、今日はホームランを放っています。ここは前の打席の配球も踏まえてのリード。真ん中打ちました。打球は切れて、切れました。ファールボール。これが2球目。打ちました。高い打球右中間へ。ここはフライになっています。最後はライトフライ掴んで3アウトです。赤星さん、なかなか厳しい点差となっているわけですが、どういった攻撃が必要ですか。点差があるので、こういう時こそ次につなぐ、ランナーを貯める、そういう意識が必要ですよね。そうですね。まずはランナーを。3球目打ちました。この打球は落ちるか、どうだ。ヒットになった。これでマルチヒット。ノーアウトランナー1塁です。4番バッター鈴木、先ほどの打席最後は見逃し三振に倒れています。さっきの三振はちょっと消極的でしたよね。はい、ここは思い切っていってほしいですよね。そうですね。空振り三振、ワンアウトです。バッターボックス高橋、先ほどの打席最後は空振り三振に倒れています。前の打席はタイミングが合ってなかったですよね。ここはしっかり狙っていきたいです。インサイド打ち上げました。打球はライトへ。ライトが取りました。ツーアウトです。6番バッターピレラ、今日は3打席すべて三振に倒れています。前の打席はタイミングが取れてない感じでしたよね。今度はやり返さないといけませんよね。そうですね。ツーアウトになって、変化球空振り、試合終了。残念ながらカープ敗れてしまいました。負けはしましたが、里崎さん、気迫を感じる今日のピッチングでしたね。まあ完投しましたし、状態は悪くなかったんですけどね。まあ次もしっかり投げ切れるかどうか見てみたいですね。そうですね。次の投球に期待しましょう。勝ったタイガース、大きな今日は勝利になりました。一方のカープですが、痛い敗戦となってしまいました。ご覧のように今日のゲームはカープ敗れてしまいました。今日の解説は里崎智也さん、赤星憲広さんのお二人でした。どうもありがとうございました。ありがとうございました。この辺りでマツダズームズ